はい、こんにちは。婚活系 YouTuber のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日もね、婚活系 YouTuber ということで、婚活の話をしていきます。よろしくお願いします。まず僕はね、今、2ヶ月目に、なりました。まあ2ヶ月目っていうかね、まあ2月の末に入会したので、まあ最初を今1ヶ月と、2月の末なんで1ヶ月と数えたらもう2ヶ月目になるわけで、で、まずね、2ヶ月目になって今どういうね、申し込みをしてるかというと、まあね、前回申し込んだ人もいるんですけどまあ前回の話、動画見てもらったら、まあ、その前回申し込んだ人の話はわかるんですが、まあ、何人かとお会いします。で、今2ヶ月目で、まあ、2ヶ月目になって、で、まあ、追加のね、申し込む人が、申し込むっていうか、申し込むその人数ができたので、申し込んでいます。僕が今申し込んでる人はね、まあ、まあ、そのなんだろう、今までその自分がね、まあ、自分が、まあ、僕の理想、本当に高くないですよ。別にね、女性の容姿もそこまでこだわってないし、何、女性の学歴とかね、なんだろう、収入とかそこまでこだわってないんですけど、まあ、今まで、まあ、1ヶ月目はね、結構ね、大卒の人とか、あと、まあ、専門卒の看護師とかね、まあ、専門卒の看護師ってかなり学歴低いんですよ、正直言って。専門卒って相当低いんだけど、まあね、別にそこはね、僕がね、本当はね、学歴低い人とかね、嫌なんですけど、まあ、とりあえず、まあ、そこまでね、言ってない、わがままは言ってないんですけど、まあね、1ヶ月目にやっぱり申し込んでね、低スペックよりね、ちょっとスペック高い人の方がね、レスポンスいいんですよ。で、それもあるから、なんかね、もう専門卒とかマジで申し込みたくねえなとか思いながらね、高卒もそうなんだけど、あとね、まあ、大卒もね、大体ね、二流、三流大学、四流大学、まあ、無名大学ね、卒業してる人ばっかりで、はっきり言って、興味ないんですよね。まあね、学歴ぐらい、まあ、どこの大学卒ぐらいね、公表してもいいと思うんだけど、大体みんなね、公表してないですね。まあ、公表してない人っていうのは相当低い人なんですよ。わかります？結構ね、学歴公表してる方っていうのはね、意外とね、まあ、最低ランク以上のね、大学出てる、まあ、人が非常に多いんですけど、まあ、その、公表してない人っていうのはね、おそらく、まあ、なんか無名のような大学出てるんだろうと思います。で、まあ、僕一応ね、大学院、都内の大学院出てるんで、それなりに大学出てるね、女性がいいんですけど、まあ、そこもね、あんまり言っちゃうとね、視野も狭くなっちゃうし、あんまりこだわってないですね。ちょっと風邪気味ですいません。で、うん、2ヶ月目に申し込んだのがね、今のは1ヶ月目なんですけど、2ヶ月目はね、その1ヶ月目のやっぱり低学歴の人とかね、低に収入の人とかがね、反応が悪いんですよ。つまりね、見送る可能性が高いんで、ちょっとね、学歴高い人に申し込もうかなと思って、大学院卒がね、3人ぐらい申し込んで、まあ僕も大学院、都内のね、有名大学の大学院、医学部の大学院出てるんで、大学院卒に一応ね、3人申し込んで、います。まあ、前回とちょっとね、違うパターンですね。まあ、前回大学院卒の人とかからね、お見合いの話来たりして、まあ、まあ、やっぱり僕スペック高いからね、大学学歴高いんでね、今回もちょっとね、今回はちょっと変えてね、学歴高い人にね、申し込みました。で、まあ、大学院卒が3人で、あとね、大卒が、ほとんど、大学院卒が3人、3人で、あと、大卒がほとんどで、1人専門
卒のなんかね、デザイナーみたいな人に申し込んだんですけど、まあ、デザイナーってどうなんですかね。僕ね、あんまり知らないんですけど、ちょっとね、身長がね、まあ、160ぐらいで、体重がね、60キロぐらいで、ちょっとね、女性の中ではデブい方なんですよ。デブくして、まあ、容姿もそこまで良くないんだけど、ただね、ちょっとなんかね、写真見てね、ちょっと会ってみたいなと思ったからね、申し込みました。ただそれだけなんですけど。まあ、あと、まあ、そこまで遠方じゃないとかね。なんかね、横浜でもね、超田舎の方とかあるんですよ。もうね、なんだろう、静岡寄りの、ごめん、横浜じゃない、神奈川でも、静岡寄りの神奈川とかあって、いやいや、それ横浜じゃな、神奈川じゃなくて、静岡で婚活してるって思うんですけど、まあ、横浜のね、男性捕まえたいんでしょ。神奈川の西の端の方とかね、普通にいますからね。もうね、そういうとこね、人はね、会うのがね、なんか、その、地元みたいなの言われたらね、会うの大変じゃないですか。なんで、ちょっとね、まあ、周辺がいいですね。うん。で、まあ、一人専門でそのデザイナーみたいな人、まあ、比較的、その、同じ、市町村というかね、で、一人申し込んでます。あと、そうだな、その人が一番学歴低いかな。で、収入もね、そこまで高くなかったんだけど、まあ、なんだろうな、なんとなくなんですよ。僕ね、まあ、なんとなくっていうか、まあ、なんか、直感で申し込んじゃったりするんで、もうね、本当にセンスないかもしれないんですけど、なんかそこまでね、プロフィール見てね、学歴見てね、年収見てね、容姿見て、そこまでやってないですよ。ぶっちゃけ言うと。で、まあね、女性の中にはね、すごい学歴とか収入とかね、ルックス、高身長、イケメンとかこだわる人いっぱいいるんですけど、まあ、僕そこまで見てなくて、まあ一人ね、今回は一人だけね、ちょっと申し込みました。あとも大卒で、まあそこまで学歴もすべて高くないですね。スペックが高くない。僕は本当にスペック高いと申し込んで今までなかったんだけど、まあ、そうだね。なかったんだけど、今回はちょっとね、かなり高いと申し込みましたね。大卒でもね、年収がね、僕以上にある人、何人か申し込んでます。お前、バカだろってこうね、思われるんですけど、まあ、正直言うと僕より高くないんだけど、その仕事の年収だけで言うと僕より高い。わかる？どういうことか。仕事の年収だけで言うと僕より高いんですよ。だけど僕それプラスアルファあるんで、その部分足すと僕の方が高いんだけど、ただ仕事の年収だけで言うと全然僕より高い人にね、申し込んでます。まあそれはなんでそう申し込んでるかというとね、なんとなくです。なんとなくっていうかね、なんだろうな、なんで申し込んだ。まあ大卒で、そこまでスペック高いのに、28とかね、なんですよ。わかります？大卒で結構年収高くて、綺麗にされてんのに、年齢が28で、おそらくね、相当、高いスペックの男性を求めて、もうね、売れ残っちゃって、結婚できないんじゃないかなって思って、まあそういう女性に申し込んでます。本当に身長156とか160ぐらいで、体重とかも全然50キロ、160で、身長160で50キロぐらいで、でまあルックスもいいし、年収も高い女性とかが28歳ぐらいでいっぱい余ってるんで、まあその余ってるって言い方は知ったらいいか悪いか分かんないですけど、27、8ぐらいでね、余ってるんでいっぱい申し込んでます。で、まあ、学歴ね、結構ね、四流大学だったりするんですよ。四流、まあ、三流大学ね。まあ、都内で、まあ、有名なんだけど、そこまで偏差値高くないっていうね。だから、まあ、僕、一流大学だし、まあ、ちょっと、どういう反応されるかなと思って、ちょっとね、まあ、お試しというかね、僕、ユーモアある人なんで、ちょっと申し込んでます。申し込んでますね。あとね、それぐらいかな。大学院卒の人に申し込んでるね。申し込んでます。で、この人がなんかね、